はい、ネットワークビジネスにお取り組み中の皆様、MLM っていう言い方もあるんですかね。 MLM とネットワークビジネスっていうのは、まあ、同じものではないというふうな意見もありますけども、まあ、私は同じものだと捉えています。で、このネットワークビジネス MLM なんですけども、現在ですね、外出がなかなか難しかったり、人を集めてプレゼンをするっていうことがね、なかなか難しいと思うんですよ。ただやっぱりこういう時だからこそ、一気にですね、売上を上げたりとか集客をするチャンスなんではないかなと思います。一つの考え方としては、ネットワークビジネスっていうのは継続課金による毎月オートシップ購入っていうのがありますよね。これがかなり負担になってますけども、裏を返せばこれはね、緊急時でも物が配送されるっていう最高のシステムであるわけなんですよ。特に今みたいな状態ですと、毎月毎月買うものって決まってますので、オートシップの方がありがたいわけですよね。で、ここまでまとめると、通販を主で使ってる人っていうのはオートシップの方がありがたい、ネットワークビジネスが結構ね、肌に合っているってことになります。で、細々としたスポットで買うものとか、1回限り、そしてたまにしか買わないものっていうのは、個別でね、また通販を発注すればいいと思うんですよ。でも基本的には、ネットワークビジネスっていうのは、こういうふうに頼まなくても自動的に来てくれるっていうもので、定期的に消費するものに関しましてはね、どんどん送ってもらった方がいいんですよ。だからその最たるものがサプリメントなんですよね。サプリメントっていうのは、残りが少なくなって、あれ、今日飲もうと思ったらないじゃんってことがないように、そろそろなくなりかけたかなって頃に届くっていう風なサイクルを作ってるんですよ。まあそういう風なサービスが付加されるんで、価格が高いものもあるかなっていうところなんですよ。でですね、基本的にネットワークビジネスって店舗がなくって社員を雇ってないわけですから、商品の価格って安くならないといけないですよね。でも多くのネットワークビジネスの商品っていうのは高くなってるんですよ、うん、その辺はね、一つのハードルになってくると思います。私はだから市場価格と変わらないものとか安いもの、これがね、ネットワークビジネスの商品になっていたら、まずは参加を検討するってことになります。でも大体ネットワークビジネスの商品って高いんですよね。高いんで私は基本的に参加しないんですよ。価格は高くても、その会社でしか手に入らないものをたまたま自分が気に入ったら、それはね、喜んで加入するんですけども、なかなかね、こういうのがないんですよね、うん、で、今回ネットワークビジネスのチャンスだよっていうことをね、お伝えしたくてこの動画を撮ったんですけども、なぜチャンスかというと、ネットワークビジネスをやってる方ってすごくインターネットが弱いんですよ。インターネットがほとんどできない人ばかり、まあ、ですので、インターネットを使ってネットワークビジネスを効果的に広めたら結果は出やすいってことになります。しかしですね、インターネットで不特定多数の方に特定のネットワークビジネスの会社や商品を紹介していくことっていうのは、法的になかなか難しい面があります。ですので、私がここでお話しするのはね、まずは発信をたくさん続けておいて、ネットワークビジネスってのはどういうものなのかとかね、ネットワークビジネスっていうのはどういうふうに見分けていけばいいのかっていう、こういうふうなコンテンツをどんどん出していって、自分にも参加しているネットワークビジネスがあるんですよってことをたまにね、お話していくんですよ。まあそれによってですね、ローンチ効果って言いまして、そのネットワークビジネスにものすごく詳しくって、ネットワークビジネスのいいとか悪いとかを住み分けられるね、そういう人が入っている、それでも入っているネットワークビジネスって何なんだろうっていうふうに興味を持ってもらえるってことなんですよ。そこで直接のお問い合わせがあった時に、個別でですね、まあ Zoom でもいいですし、メールでもいいんですけども、そこで、自分の参加しているネットワークビジネスの利点とあなたの暮らしとの整合性をね、判断して、あなたには合ってるんじゃないですか、あなたにはこれは必要ないんじゃないですかっていう形でお勧めしていくと、契約が取りやすいということでございます。まあこういう状況下でもね、私はこういうふうにしてコンスタントに商品を販売したりとかね、ある特定の、まあ、ネットワークビジネスだけじゃないんですけども、その方の求めているものを提供するってことになります。で、このやり方っていうのは逆にですね、必要のない方には絶対に、押し打ったりとかね、自分の成績を優先してとりあえず買わしてみる、サインさせてみるってことは避けなければならないってことなんですよね、そこら辺をやっちゃうとね、やっぱ正直な発信がだんだん信頼を失ってきますんでね、私の場合はそういうことはしないかなということでございます。まあ、ですんでね、多少積極的に行くんですけども、その中にも、公平な目を失ってはならないってことかなと思います。ということで、ネットワークビジネスの、まあ、初期講座といいますかね、まあ、ふらりと喋ってみました。もっともっとね、ネットワークビジネスについてどうやったら効果的にネットワークビジネスの組織が作れるのかってことに興味がある方がいらっしゃいましたら、まあ、コメントなりね、高評価でお知らせいただければ、また続きをやるかもしれません。ネットワークビジネスはね、私も得意のジャンルの一つでございます。なぜならインターネットを使ってこうやってね、影響力を高めるための動画をたくさん撮った上で信頼関係ができて、その中でネットワークビジネスでうまくいってない人に
まあ、アドバイスをしたりとかね、どういうふうに攻めていけばいいのか、ネットワークビジネスをどういうふうにやったらね、構築すれば組織を広がるのかっていうお話をまず前提として、その上でそれでもやってみようって方には、じゃあこのプログラムに参加してくださいってことでお勧めすることはありますけどね。では本日は以上です。